そういう声が大事なんで、一つ手品をやりますから、すごいと思ったらおおでお願いします。風船を使うんで。すいません、棒じゃないんですよ。こっからなんで。そうです、その今みたいなおおが嬉しいんです。ちょっとこれでいけるなら、もう一個僕の一番お気に入りの道具があるんですけど、それもやってもいいですか。ありがとうございます。これちょっとネタが地味なんですけど頑張ります。じゃあどうしようかな、せっかくなんで、じゃあちょっとステファン、これ混ぜてもらっていい？まあ名前知らないんだけど、ぜひつけて。この混ぜてもらったルービックキューブを僕がすごい早く完成させるんで、そうお姉ちゃんでも大丈夫、適当にバラバラに。あ、ゆっくりやってていいですよ、僕もちょっと用事があるんで。間延びしちゃうといけないんで、ちょっとこれリベンジで。ステファン。バラバラっていうのはこういう意味じゃないんですよ。終わります。もう一回あるから、もう一回優しくね、そう優しく優しく、そう大丈夫、そうちょっと適当に待っといて、俺が間をつなぐから、これもう一回やろう。いや動揺してる。お、来た来た、調子がいい。やってみてくださいよ。いやいや、もう言い訳しませんよ、風も吹いてない、決めます。最後のチャンス、行こう。皆さん、新しい技ができました。やりたいのこれじゃないから。そうね、カブル、今誰喋った？もうちょっとそこまた閉じた方がいいよ。いろいろ問題になるからさ、後で気になっちゃって。これを30秒で完成させますから、ミュージックスタート。
り。自己紹介だけ聞いてください。今回この東京空町で大道芸をやるために僕はるばる横浜から来ました。名前をリュウって言います。覚えて帰ってください。アルファベットの3文字です。 RYU、 これでリュウって言います。もしよかったらインターネットで検索してみてください。韓国のお菓子の人がたくさん出てくると思います。それともう一個、最後はここでバランスを取りながら3本のピンをジャグリングしておしまいにしたいと思います。でこれを少し派手にやりたいんで、どうしようか、1人お手伝いが必要なんですよ。